時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長、火影になることを夢見る少年、渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が、キュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻きナルトはただまっすぐ、新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで外道魔像だと、まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も、名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。そんで、あの世界のぶっ潰す。それで俺が、そううまくいくか。よし、あとは頼んだぞ。やはり強いな。カカシ、どうする。
やっと引っかかっていることがある。引っかかっていたこと？まだ確認はしない。やつは俺の声は同じだ。なんだと？飯かねの通り、二つが同じ術なら、それを作り出す目も同じだとすれば、術で生じる時空間も同じということ。それを利用すれば。待ってろ。このまま追い詰める。そうすれば奴の正体もおのずとわかるはずだ。進化。限界のようだな、カカシ。まだだ。ビジューの番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ。俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ！？お前は。